どうも、スルトです。まあ、今回は、ニューワールドの、一応まあ、ファーストインプレッションっていう形で、まあ前回もプレビューがあったんで、まあファーストではないんだけど、一応、まあ、クローズドベータのファーストインプレッションっていう形でちょっと、話していきたいと思います。じゃあまあ、まずは、1個目。キャラクタープログレス。うん、まあ、 ギアリングであるとか、まあ、レベリングをどういうふうに進めていくのか、レベリングエクスペリエンスみたいなことを少し話そうかと思ってて。で、ま,あ、まず一つ、まあ、ずっとこれはプレビューの時から通して言ってるけど、うんまあ、問題点として挙げられるのは、やっぱり移動時間が長いこと。まあ、実際、その、クローズベータでやってて、まあ、歩いてる時間が圧倒的に長いんですよね。 で、一応、ファーストトラベルっていうのと、まあ、リコール、宿屋に戻るリコールがあって、まあ、それを駆使すれば、かなりいい感じにはなるんだけど、やっぱりそれでも何かこう、中継地点的なものが欲しいなって感じるところが、割とあって、まあ、なんかそこは考えて欲しいですね。 どうしても多分作りとして、まあ、移動時間に、移動時間で時間を稼ぎたい、だと思うんですよ。作りとして。で、まあ、この先考えられるのは、まあ、クロスベータでは、メニューからリスパーンとか、えまあ、スタックしたら外すためのメニューがあったんですけど、まあ、これ、製品マネーあるかどうかっていうのはちょっとわからないんで、なんとも言えないけど、 まあちょっとしたテクニックでそのキャンプファイヤーに移動するためにリスパンをしてキャンプファイヤーからリスパンするっていうことも可能ではあったけど正直、うん、まあだからキャンプファイヤーをもうちょっと位置づけとして高くしてえまあファストトラベルできるようにするとかまあそもそもその単純にマップの構造としてファストトラベルできる位置っていうのをもっと増やして もう少し便利にしてほしいなとは思ったかな。あと、おそらく、アマゾンもマウントは多分追加するつもりはないって確か言ってたと思うから、それはそれで正しいと思うんで、マウントは特に、まあ、良さとしてはすごく便利で、まあ、どこでも使えて、かつ、それで移動速度がまあ上がるわけで、時間は当然短縮になっていいんだけど、今のその、 多分考えてるそのデベロッパーの人が考えてる方向性として、要するにオープンワールドで何かイベントが起こってる状態っていうのが欲しいんだと思うんですよね。まあクロスベータ通して思ったことは、まあファクションミッションがあること、PVP のファクションミッションがあることで、まあそこらでこう PVP が起こる。で、そうだね、まあ。 コラプションのゾーンがあったりとか、うん。要は、レベリングの中で、ゾーンをこうずっと行き来してて、そういう PVP がそこら辺で起こってるまあ、デュエルなんかもあるけど、デュエルとかがそこら辺で起こってるだったり、うん、そのコラプションとか、なんかイベントが進行してるっていう状態が、 おそらく、まあ、開発の人としては考えてることだと思うんですよ。で、実際これは割といい方向だと思うんですよ。まあ、今の MMO って大体、まあ、いわゆるグラウンドマウント、地面を通るマウントとフライングマウント、まあ、空飛ぶマウントがあって、まあ、結構それが当たり前なんだけど、フライングマウントってかなりこう、賛否が実はあって元々、もともと。 なぜかっていうと、作ってるそのゾーンの意味っていうのが消失してしまうんですよね。空を飛べる便利。だけど、例えば高い、そのゾーンの勾配がある意味っていうのが消失してしまって、で、まあゾーンで何も起こらなくなる。まあ、これがやっぱ良くない点なんですよね。まマウントがだから、おそらくはこのまま追加しないだろうなとは思うんだけど、 まあそこら辺がちょっとね。ただまあ、それにしたってちょっと移動時間が多すぎるかなとは思う。まあ、だからそこのバランスを考えて、うん、変えてもらえると嬉しいですね。まあ、単純にファストトラベル増えるだけでいいとは思うんですけどね。で、まあ、次は、まあ、レベリングのエクスペリエンス。まあ、これはクエスト関連の話なんだけど、まあ、今回、 レベリングするにあたって、まあタウンミッション、でファクション、でサイドクエスト、でまあメインクエスト。大体この4つで上げるんだけど、一番初め、まあクロスベータの一番初めの頃は、ナーフされる前っていうのは、まあタウンのクラフトをするミッションが一番美味しかったんですよ。でまあみんな大体多分それであげてたと思うから、効率が一番良かったし、まあ俺も、 一応、ベータの期間はそうやってあげてたんだけど、後からいろいろまあ情報出てきて、案外そうでもないんだなっていうことも分かったんで、ちょっとそれも話しとこうかなと思ってて。まあ、基本的には多分タウンミッションはすごく効率は良くて美味しい。だけど、あの、PVP モードにすると、えっ、ー、と、まあ、経験値が増えたりとか、実はボーナスがかなりあるんですね。 だから、ファクションミッションの PVP ミッションをやりながら、まあ PVP モードオンで戦うとか、うん、まあ単純にその敵を倒す、プレイヤーを倒すだけでも経験値は惜しかったりとか、実は、う,ん、うまいことできてるんですよね。まあこのゲームのいいところとしては、まあ、わかりやすさもすごくあって、まあ敵を倒す、 で、まあギャザリング。まあ素材を集めたりするようなギャザリングがあって、で、そこの戦闘とギャザリングの移行っていうか、うん、流れっていうのがすごく自然にできてる。それはかなりこのゲームの優秀なところだと思う。まあいわゆるクラシックな MMO とそんなに <laughs> 違わないっていうか、まあいわゆる本当にクラシックな MMO そのものだとは思うんだけど、 多分そこの流れの部分が結構モダンな MMO として考えられてるなと思った。まあ、例えば単純に持ち替えをしなくても気が切れたりとか、まあ、ツールがあって、うんと、まあ、気が切れる、えー、俺が惚れる、で、スキニングができる。あれが自動で切り替わるっていうことが案外すごくいい機能だなって思って、 うん、まあ、例えば、他の MMO だと、えっ、ー、と、ほとんどの場合、クラフトをするときとか、ギャザーをするときって、ギャザーをするって決めて、素材を集めてきて、で、クラフトをする。まあ、多分、これ基本だと思うんだよ。だけど、ニューワールドはどっちかっていうと、その、片方に絞ってやるっていうやり方じゃなくて、 ま戦闘をしつつも、うーん、まあ素材集めて、で、帰ってきた時に、クラフトをする。で、この流れがすごくよくできてる。まあ、ここのバランスが、まあ、もともとそのサンドボックスの MMO として作られてたってことが多分大きくて、だから、そこのバランスがすごく良かったなと思った。で、もう一つ、まあそのレベリングに関して言うと、 経験値の量。実際まだ俺リストを見てないんで何とも言えないんだけど、経験値量のその分布っていうのが、レベルが上がっていくことに多分上がりにくくはなるっていうのは変わらないんだけど、その必要経験値量の増加の具合が、実はそんなに多くなくて、そこのでもすごくいいなと思った。こういうゲームで陥りがちなのは、うん。 どっかのレベル帯から、うん、こう、詰まってしまう。かなりの時間を要するようになって、だんだんめんどくさくなって、まあ、フェードアウトしていくっていうケースは結構多くて、そこら辺も、まあ、バランスとして、まあ、要するに変化がなくなると、すごく楽しくなくなるんですよね。まあ、当たり前なんだけど、そこが、よくできてるなと思った。まあ、XP が、その、 増えていくのは当然としても、まあ、例えば、レベルとは別で、ウェポンのマステリーを上げていくとか、クラフトを上げていくとかっていう、その、なんて言ったらいいかな。一分一じゃないっていうところが、このゲームのその、作ってる、まあ、考え方としてすごくいいところだと思う。これが結構やっぱバランスっていうのはすごく難しいとは思うんだけど。 で、まあ、次。ええー、まあ、クエスト進めていくと、まあ、みんなファクションに属することになると思うんだけど、まあ、結構クローズベータの間は、ファクションインバランス、まあ、バランスの悪さっていうのがそこそこ目立ってたらしくて、まあ、なんでかっていうと、まあ、俺もシンジケートに属してたんだけど、シンジケートのアイテムがめっちゃ強いんですよね。確かね、そう、その、ファクションの特別なアイテムっていうのがあって、 そのアイテムがすごく強くて。で、まあ結局、シンジケートに人が集まっちゃってるっていう状態。まあこれは製品版でもう確実に修正されるらしいんで。まあそこら辺の部分は問題なくなるかもしれないですけど。まあ当然人もさらに増えるだろうし。そんな感じかな。まああとはね、一応ちょっと言及しときたいのは、ビルド。 このゲーム、多分、まあ、PVP かなりフォーカスはしてると思うから、PVP、まあ、ビルドっていうのが当然生まれてくるわけだけど、まあ、面白いのは、まず重さの概念があること。まあ、重さの概念を出してくると、どうしても出さなきゃいけないのは、まあ、ダークソウル。で、重さによって、まあ、例えば、ライト装備。重さが軽いライトなら、 どっちロールができるで10%ダメージが上がるとかねでミディアムなら、まあ、ステップになるちょっとしたこうホップでおそらくミディアムとヘビーはほとんど変わらなくて同じような感じでサイドステップする感じでうーんまあそれぞれにその特殊効果がついててライトにするとそうやってダメージが上がるとかまあそこの こう住み分けができてるっていうのもすごく面白い。で、必ずしも、例えばツーハンドのアックス、まあグレートアックスを使ってて、で、一番重いヘビーにしなきゃいけないわけじゃないし、まあ、構成は難しくなるんだろうけど、えー、っと、まあ、ライト装備で、かつグレートアックスとか、そういうビルドも可能だし、ステータスの分布をまあ、クローズベータで見てた限り、まあ、アットリビューツだね、普通のステータス。 うん、例えば、グレートアックスっていうのはストレングスで武器のダメージがスケールするんですよ。ストレングス上げれば強くなる。なんだけど、まあクラフトで作った装備とか、まあドロップする装備でも、例えば STR とインテリジェンスが上がるような装備っていうのが結構あって、まあそれはなんでそういうものがあるかっていうと、まあそういうグレートアックスと例えばアイスガンドレットとか、 えー、ライフスタッフとか、そういうビルドも可能だから、そういうステータス分布になってるんですよね。だから、考えるべきことが多い。割と、初め、そのプレビューの頃はすごく単純なのかなと思ってたけど、この重さの概念と、まあ、アットリビューツ、まあ、ステータスの概念。で、さらに、やっぱり、武器のその組み合わせ方、結構武器それぞれのアビリティっていうのが特色があって、 だから、その組み合わせ方一つで、相当こう、幅が広がるなっていうのは感じたから、まあ、すごく、ニッチなビルドとか、まあ、当然、いわゆるクッキー食った、その、ものすごく、テンプレート装備みたいなものも生まれてくるだろうけど、実際問題かなり幅は広くなるかなと思う。 難しいのはやっぱバランスだろうけど。でもここは期待したいとこですね。それじゃあ次。まあ、次はコンバットん。ちょっとコンバット深めに掘ると、まあ、さっきも言ったように、まずステップの違いがある。ロールでステップ、サイドステップ。まあこれだけでも結構面白い。 うん、ロールは例えば距離がすごく長くて、無敵時間が多分おそらく少し長い。そこら辺のこう、なんだろう、住み分けがまず一つ面白いことと、まあ、攻撃を後ろからするとダメージが上がるっていう点。<laughs> まあ、ダークソルなんかでもそうだったけど、まあ、後ろの取り合いを多分、 この先することになる。結構クローズドベータの時でも俺やってたんだけど、まあ、例えばスピアの、えー、スタンするスキルがあるんだけど、まあ、スタンするスキルを使う。で、スタンさせてから後ろに回って攻撃する。結構こういうことが、うん、起こってくるかなと。で、そうだね。ちょっと期待してることとしては、やっぱりデュエルを少し大きくしたようなアリーナ的なものが追加されることがすごく うん、期待はしてる。アリーナモードで、かつレートがあるようなもの。まあ、それでコンペティティブに PVP ができると、すごく面白いと。どうしたって、まあ、工場戦も工場戦なりの面白さがある。広がりがあるし、まあ、みんなでこう、突撃していくっていう楽しさはあるんだけど、やっぱどうしてもこう、マイクロマネジメントとか、ミニマムなスキルがあんまり問われないから、 うんそこが、まあ、ちょっと、そういうモードも増やしていってほしいな、とは思ってますね。ちょっといくつか、多分、ローンチまでに今動画作ろうと思ってて、まあ、いろいろその、ベータ語に出てきた情報があって、それらもちょっと、まとめたいんだけど、まあそこにちょっといろいろ、テクニックの話とかも含めて、喋ろうかなとは思ってます。で、 もう少しコンバットの話をすると、まあ、クロストベータその配信の最中もずっと言ってたけど、まあ、レンジと、この命令のギャップこれが埋められるようにならない限り、やっぱり PVP は、うんはっきり言って、うまくこう、バランスは取れないと思うんだよね。何度もこれも言ってるけど、ターゲティングがあるゲームですら、 レンジとメレーのバランスを取るのってすっごい難しいんですよ。基本的にレンジ取って、要するにどこからでも攻撃できる。ターゲットがあるゲームだったら、ヤードの制限、まあ、ニューワールドで置き換えていると、まあメートルの制限っていうのがあるんですよ。例えば40ヤードから攻撃する。まあ、何メートルから攻撃する。逆に言えばそれ以上離れれば攻撃は当たらないわけなんですよ。 でも今のニューワールドってそもそもアンリミテッド無制限に届くからってことはものすごく離れた距離から売ってでしかもそういうレンジウェポンにはスネアだったりとかまあそういう CC 周りのものがたくさんあるからはっきり言って遠くからずっと売ってりゃそれで勝てるんですよねだからまあさっき言ったアリーナの話もそうだけど、まあ 例えばものすごくゾーンをタイトにして戦わせるっていう方法論を取れば、まあそれができなくなるから、いいけど、まあ例えば狭すぎたら今度、メレーが圧倒的に有利になってしまうだろうし、で、まあこのゲーム2つ武器が持てるっていうところで、うんそこら辺が難しいんですよね。仮にそうやってデュエルとかするとなったら、多分、 まあ必ずレンジドを持っとかないと勝負にならないっていうことになりそうだし。まあ移動スキルなんかも結構クロスベーターでたくさんあったと思うんですよ。グレートアックスなんかはチャージがあって近づく。まあ、それもできるわけだけど、正直、やっぱそれでもレンジがうまく立ち回れるようになったり、まあ慣れてきたら多分絶対メレー勝てなくなるんですよ。これだけは言い切れる。うん。 例えば、2対2とかの状況になったとして、スネアとかスタンが1回でも入ったら、多分、マスケットとか棒で数回撃たれて終わると思うんだよね。もう、それが容易に想像がつくから、うーん。一つは、レンジとに制限を与える。それをしないのであれば、メレーに、 移動スキルとかモビリティ系のスキルをもう少し、ちゃんとつける。あと、その、いわゆるホーミングするような、ちゃんと敵を追従するようなモビリティスキルを与えないと、多分、バランスは一生取れないでしょうね。これ、この辺をどう考えてるのかっていうのは結構重要。で、これは、要するにその、工場戦とか、多数対多数だと、全くそういうのって、 浮き彫りにならならいんだけど1対1とか小さい規模になるともうそれが多分如実に出るからその辺のバランスがもう少し良くなってほしいかなとは思いますまあここら辺は正直まあ今クローズドベータだしローンチされて以降で十分変わってくるだろうからまあ大丈夫だとは思いますけどでまあ次が PVP と PVE のその、もう少し深い話。え、ま PVP は結構さっきコンバットのところでしちゃったんだけど、まあやっぱりコンペティティブなモード、アリーナモードであるとか、まあなんかバリエーションが必要かなとは思う。結構、まあアイデアとしてあるのは、まあ今こうやって一番初めの方にも喋ったけど、いわゆるそのゾーンでの、 戦いいっていうのをこうフォーカスしてたりそこに重きをもし置いてるんだとしたらそのゾーンからリニアに動いて、まあ、ゾーン内でアリーナみたいなものが作られてそこで戦えるとかなんかそういう仕組みがあっても面白いかもしれない。いわゆる球を入れてポップしてインスタンスに入るっていう仕様じゃなくて。 まあこれはね、多分技術的に難しいからなかなかないかもしれないけど、多少そういうことも考えてそうだなっていう気はする。うんと。もう一つまあ PVE で言うと、まあ今ダンジョンがあって、エクスペディションが4つぐらいかな。まあダンジョンが4つぐらいあるんだけど、まあ俺一番初めのアームライトエクスキャベーションか。 あそこは行ってみたけど。うーん。まあ面白いは面白いけど、やっぱゴリ押しになっちゃうんで。まあ今5人っていう人数で、まああれで、バランス的にはいいと思うけど、そうですね。ヒーラーがいるとゴリ押しが完全に効いてしまうんですよね。メカニックがどうとか、そういう話がなくて。で、 これはちょっとコンバットの話とも少し絡むんだけど、そんなにこう敵の AI が良くない。そしてまあ基本的なそのコンバットとして、うん、まあライトアタックを繰り返して使う。で、アビリティを使う。まあ時にヘビーを使う。まあ、バリエーションがあるようでないんで、そのこともあって、敵も AI がすごく決まった動きしかしない。 もしかすると、レベルの高いダンジョンに行くと、もっとこう、AI の頭が良くなって、バランスが良くなるのかもしれないけど、にしても少し、もうちょっとバリエーションが欲しいかなと思う。で、まあ、ご利用しができない必要もないけど、でも、ある程度頭を使ったり、考えるっていうことが、含まれる仕様にはしてほしいかな。 じゃないと飽きてしまうし、やっぱ面白くない。まあただのファームになっちゃうからね。まあ、それと。まあもう一つ、そうだね。まあプレビューで結構コンバットー触れたから、あれなんだけど、まあプレビューからするとかなりリスクリターンも考えられるようになってるし、面白くはなってるけど、でもやっぱりまだ少し 安直かなもう少し。やっぱダークソウルのコンバットを一回経験してると、やっぱ足りないなって思う。うん。スタミナはまあ基本、ロール、まあどっちでしか減らないから、まあ攻撃し放題だし、60まで行ってみないとわからないっていうのは実際問題あるけど、そんなに多分傾向は変わらないから、 結構まあ攻撃が早いんだけど、まあ自分がする攻撃も相手がする攻撃もそこそこ早いんだけど、例えばダークソルだったら、まあ体験を振ったらものすごく遅い。ただまあ敵の HP の半分とか、まあ下手したら、うん、ほとんど8割ぐらい奪うとか、そういう、もう少し極端なこう変化があってもいいかなとは思う。武器種によって違いが出る。 うん。アビリティによる差をつけることは必要なんだけど、単純なライトアタックとヘビーアタックの、その、なんだろうな、変化っていうのがないと、武器によっての変化っていうのがないと、ちょっと微妙かなとも思うね。グレートアックスって今、例えば、まあ、振りは確かに遅い。でも別にハジェット振ってる方が早いし、強いんだよね <laughs> な。なんだろう、こう、スケールの仕方の問題かもしれないけどね。 グレータックスの方がもっと極端に遅くて、でも当たるとものすごく減るとか、なんかそういう変化をつけない限りうまくいかないかなっていう気もする。まあ今の仕様が心地いいっちゃ心地いいけど、ちょっと足りない部分だなとも感じるね。<music> じゃあまあ総評。一応総評として、うん まあ、そうだね。比較対象としては、やっぱプレビュー版があって、プレビュー版に比べれば、もう圧倒的に良くなってる。いろんな部分、細かい部分ですごく良くなってる。まあ、悪いところ、そうだね。まあ、さっき具体的なこうお話をしてきて、一応、全体として悪いところを挙げるなら、やっぱりサーバー周りか。サーバーとかクライアントの最適化不足。 ちょっとそこが足りないなって思った。まあ、日本からプレイしてるミートすれば、やっぱり、まあアジアサーバー、ジャパンサーバー来ないまでもアジアサーバー、何かしらピンが低い。そうだね、サーバーが欲しいかな。どうしても、これもまあ、正直、うん、ターゲッティングがあるゲームじゃないから、余計にそうなんだけど、やっぱどうしたって、 ピンが低くないと、ちょっとこれは難しそうですね。うん、100ms で戦えるかって言われるとちょっと怪しい気もする。やっぱ2桁じゃないと反応的にむずい気はするね。だからその辺を Amazon がちゃんとやってくれるかどうかっていうのは、まあ、期待はできると思いますけどね。実際問題、Amazon は多分そのサーバー割りとかすごく強い。 ところだと思うから。ま、まずその点かな。ま、あとは、レベリングのプロセスで、ちょっと、あまりにもこう、ま、その、レベリングの時にも、ま、レベリングの項目の時にも言ったけど、ま、タウンとかファクションとかサイドとかメインとかあるわけだけど、ま、もうちょっとこう、なんだろうな、レベリングを上げる、 いろんなこうバリエーションは欲しいなとは思った。まあでもこれも、あの、ベータのあたり知ったことやけど、まあ例えばダンジョンも複数回行って、まあ例えば一回超えて、クエストで XP として5000ぐらいもらえるとか、そういう、えっ、ー、とね、クエストとかもあるらしいんですよ。だから、まあそれ考えると、うーん。 まあそういうクエストとかもあるらしいんですよ。まあ、それからと、まあ、いろんなやり方で上げてはいけるのかなと思うけど、やっぱりでも、まだまだ足りないかなっていう気はするね。方向性としてもうちょっといろんなレベリングを上げ、方向性としてもうちょっといろんなこう、レベリングをするための方法っていうのは欲しいかなっていうのはちょっと思いますね。 まあ大体こんな感じかな。というわけで、まあ、今回はここで見てくださってありがとうございました。Thank you for watching. それではまた。